沈黙ブッダザ・シークレット・ドクトリン第1章「沈黙のブッダ」1「仏教の中の修行論」本書では仏教に関する修行論を中心に論を展開していきたいと思います。仏教の基本的な考え方思想的な展開については既に「悟りの挑戦」「上下」において述べており それにについいてての私の私見解解釈も明らかにしています本書「沈黙のブッダ」では特に仏教の中の修行論について私が今どのように考えているのかそして現代に伝わる仏教の中で取りうべき修行あるいは修行論とはいかなるものであるのかについて現時点で考えていることを述べてみたいと思います。ブッダ入滅後すでに2500年になります。 これだけの歳月が流れたならば、いかなるものであっても、老朽化し、風化していくのは、やむを得ないことでしょう。それは宗教だけではなく、建物であっても、絵画であってもそうでしょう。あるいは、かつて町であったものも、今は錆びれて野原となり、山であったところが海となり、海であったものが山となっているかもしれません。すべてのものは過ぎ去っていきます。永遠の時間の流れの中で、 とどまることができるものは何一つありませんその意味においてブッダの教えもそしてその修行の姿も時間の流れの中で遠い遠い過去のものとなっていったのもやむを得ないことかもしれません2仏教の教えの基本三奉丸一、諸行無常仏教の教えの基本は 三方因という言葉でよく表現されます。まず、第一の法院として、諸行無常があります。すべてのものは、移ろいゆくものである。変化変転していくものとして、一切の現象を見つめなさい。一切の現象の中には、物質や肉体のみならず、あなた方の心の中に生起し、巨来するものも含まれている。すべてのものは流れ去っていくものである。 そのような川の流れのようなものであるのだから執着してはいけない。何一つ自分のものだと思ってつかんではいけない。これが私だと思ってもならない。私のものだと思ってもならない。そこにあるものを所有しようと思ってもならない。すべては過ぎ去っていく。親であったものも親でなくなり、子であったものも子でなくなる。夫婦であっても、 友人であっても同じである。すべては変化変転の中にある。そのような中にあって本当に自分自身の人生の意味を考えるならばとらわれから脱しなくては自分自身の本当の姿はわからない。人は固定化し固形化したものの中安定したものの中変化しないものの中に自分を求めようとするがそうした試みがかえって本来の事故というのを。 見失わせるることになっているしかしそうではなく変化の中に全てがあるのだ変化変転していくことこそが真理なのだと思った時にさあそうであるならば流れゆく川の中を下っていくいかだのように自分は生きていかねばならないのだこの川の流れを止めることができないならばいかに竿を操って川を下っていこうかと考えていかねばならないこれが 人生のの真実なのである丸に処方無我第一の法印として「諸行無常」を挙げましたが第二の法印として「処方無我」という言葉が挙げられます。これは「諸行無常」とも非常に深い関係がありますが「諸行無常」が時間的流れの中で一切のものが変転していくことを中心に捉えているとするならば。 第二の法院の処方無我は空間的観点から考えても一切のものは実在ではないすべてのものは本来の世界から見たならば夢幻の世界なのであるという思想ですあなた方が本当のものだと思っているこの世の出来事はちょうど夢の中で見ている世界と同じで目が覚めてみれば何一つ本当のものではないしかし夢を見ている最中にあっては あなた方は夢の中であっている人と実際にあっているような感じがするであろう。建物も実感があるであろう。食べ物も実感があるであろう。相手の笑顔や仕草までわかるであろう。握手をしても手を握っている実感がするであろう。けれども目が覚めた時にすべてが夢であったことがわかる。しかしそれが単なる夢ではなく現実こそが夢であり。 夢こそが現実であるという恐るべき逆説が人生最大の逆説がそこに現れてくるのであるあなた方がこの世において現実だと思っているものこそが実は夢なのであるこの世に生まれ魂として肉体をかぶって生きているけれどもこれが実は実在界といわれる世界から見たらあの世における死なのであるあの世において魂が死んでしまい 一体どこに行ったのだろうと思っている間に夢のような状態でこの地上で肉体に宿り生老病死を繰り返しているのであるそしてまた帰ってくるのであるこうして見るとこの世においてあなた方が実際に見ているすべてのものが仮の存在なのであるこれを処方は無我であるすべての存在は無我であると言っているのである要するに自称なるものがない 自らななる性質がないすなわちそれ自体として向上なるもの永遠なる存在はこの世においてはないということであるそしてこの法というものは単に存在の説明にとどまることなくもっともっと深い意味において大宇宙の仏の経輪をも感じさせるものがあるすべての物質物体存在を無がならしめているものそこに流れているものは 一体何であるかそこに仏の一つの思いというものが流れているあるいは仏の思いというものが全ての現象を仮に表してくれているということに気がつく無我であるということは本来は存在しないものであると同時にまたある思いによって仮に存在しているということであるそしてあなた方の魂修行の場を提供してくれている本来 あるものではないにもかかわらずある偉大なる力によって仮に存在せしめられていてそれが魂修行の場になっているこれが処方無我という教えなのであるだからこの世を荒らしめているその力の中にはまた我なるものはないすべてを生かしめ育み大調和の中に置いているそのような滞ることもなく引っかかることのない偉大なる 目に見えぬ力というものが、そこに働いていてる。その本源なる力もまた無我なる力である無我なる力の上に無我なる諸存在が浮かんでいるこれが大宇宙の実相なのである丸3涅槃弱情「ネハン・ジャクジに仏教の教えの中心とされるものの3番目に「涅槃弱情という教えがあります。 涅槃の境地というものは初期の仏教教団において非常に憧れを持って探し求められた境地ですすべての修行者の修行の目的はこの涅槃の境地に至ることであると言われていましたその涅槃の境地を一番最初に味わい自分のものとして享受したのが他ならぬ釈迦無尼仏であったわけですそして目には見えぬ言葉でも言い表しかねる その涅槃の境地を人々に教えるためにさまざまな修行論を展開したのですでは涅槃の境地とは一体どのような境地でしょうか諸行無常において時間軸の中での変転極まりない諸存在の姿を捉えましたまた諸法無我の中で一切は空であるという思想につながっていくような空間的な場の存在を感じました時間と空間 そのすべてにおいて固定的なものは何もない、向上なるものは何もないという悟りでした。その中で現にここに存在し、修行をしている私は一体何であろうか、この意味を追求することこそ、涅槃弱情の悟りなのです。すべての時間的観点から見た場合に、すべてのものは流れ去っていくものである。そして空間的観点から見ても、すべてのものには、 本来、我なるものはない、自称なるものはない。永遠に続いていくもの、自分自身が生み出していく力によって続いていくようなものは何一つない。現にあるものはすべて、それ自体で成り立っているものではない。何かによって作られたるものであり、また、必ず滅びていくことが確定しているものである。それが、この世の存在である。時間において無常、また、 空間において食う。そのような思想の中で生きている我とは何であるか。我思う、故に我あり、という思想もあるであろう。しかしながら、そのような時間的、空間的観点において、何一つつかみどころのない、そのような縦と横の交わる交差点、その十字架の中に立っている我とは、一体何であろうか。それを深く考えなくてはならない。そうしてみると、 実は、本来の事故なるものは、この肉体の中に宿って、特定の名前を持ち、特定の良心を持っているあなた自身ではないはずである。おそらくそうではない。空間的にも時間的にも、一切が、つかみ取ることができない。その中に生きている我のみを、本当につかみ取ることができるのだろうか。そうではない。その我というものも、実は、仏の永遠の時間と空間の中で、 仮に存在あらしめられ、その手のひらにおいてはるかに見えている存在である川にたとえるならばその川の中を流れていく歌方、その泡にしか過ぎないそういつか川の中から水の中から生まれそして必ず消えていくことになっている歌方の自分その自分がその歌方のごとき泡のごとき自分が自分とは一体何であるかということを考えている 考え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 抜いてそして永遠の実相なるものをつかみ取っていくそこに涅槃弱情の境地が開けてくるすなわち自分というものを通して仏の本来の姿をその意図をその光なるものを見抜いていくことそのためには己というものを限りなく虚なしく虚なしくしていかなければならない三 釈迦ののいた無我の思想地上に生まれ肉体に宿っていると現に微絶真意という6つの感覚によって自己意識が出来上がりその自己意識が本来の自己をくらますことになっている。目の意識耳の意識鼻の意識舌の意識体の意識あるいは頭脳の働きこのようなものによって自己というものを見ているがこの自己は 本当の事故ではない。肉体感覚から来る仮の自己像というものを通してしか自分をつかめないとしたならば、本当の自己をつかむことは永遠にできない。この事故を否定してこそ、そこに本当の事故なるものが現れてくるのである。釈迦の説いた無我の思想とは、このようなものです。すなわち、現に微絶真意を通しての自己像を否定しなさい。それは、 肉体感覚が誤ってあなた自身だと思わせている自分なのです。しかし、本当の自分はそうではありません。本当のあなたは、そういうものではありません。あなたがあなた自身だと思っているものは、実は皮袋にしか過ぎないのです。皮袋なのです。それをあなたはあなただと思っているのです。永遠に尽きることのない永久の悠久の大河である仏のエネルギー。 その中に生きているもののがあなた自身です。その悠久の大河に羊の皮袋でもって水をすくいそれをくるんだものをあなたは事故だと思っているこの皮袋の中に入った水たまりが自分だと思っているしかしそれは本当のあなたではないそれは皮袋の感覚にしか過ぎない現に微絶真意というものを否定した真実の事故というものを見つめなさい まずその目の感覚によって見えるものそれが本当の姿であるかどうかをもう一度深く深く考えてみなさい例えば夏の虫で「蛾」というものがいますこの「蛾」は光を見れば飛んでいきますそれが熱を持っていない明かりなのかそれとも自分の身を焦がすような炎なのかその区別さえつきません彼らは明かりを見ては飛んでいきます それが小さな生き物だからそのように見ることができますが人間もまたそのようなものだということを知らなくてはならないのですあなた方も実はその明かりを求めて飛んでいく画のような愚かな生き方をしているのですなぜそうなるのかそう無明だからです自分自身が明かりのない状態だからですそして明かりと思うものを求めて飛んでいくのだけれども それが実は真実の明かりではなく、身を焦がすろうそくの炎であることがよくあるのです。蛾においては、それは目の錯覚ですが、人間においても同じことがあります。目を通しての錯覚、鼻を通しての錯覚、耳を通しての錯覚もあります。あるいは舌を通しての錯覚、指先、手を通してなどの肉体の感覚、こうしたものの錯覚が本当はあるのです。 それによって善悪美といいうもののを感じ取っているのですしかしそれらの感覚は本当は魂から見た善悪微衆とは違ったものに価値を感じていることがあることをあなた方は知らなければなりません肉体をもってこの世の生活をしていてもその中に霊的なる意味合いのあることももちろん数多くありますそれを見抜いていくことこそ本当の知恵ですがそうではなく この世的な価値観に付属した肉体感覚的な自己像や他人像に狂わされるとガのように身を滅ぼしていくことになるということを繰り返し繰り返し私はお話ししているのです。4. 真,実の事故の発見真実の事故を発見するためにはまず事故を否定しなくてはなりません。偽物の我、というものを否定しなくてはなりません。 偽物の我とは何でしょうか人生がこの世限りだと思っているその自分もまた偽物の我です例えば禅宗の僧侶でありながら禅というものを間違って捉えて人間の生命はこの世限りのものだと思っている人も数多くいます禅とは無心論である無礼根節であるというように捉えて結局はただ足を組んで座るそして気力を出して生きる ととといいいうここがが釈迦のののの教教ええでででああり仏すすすべてであると考えているる考人ももますこれなどは義がそのものです真実の我からは程遠いものでありブッダの精神から180度離れた姿です永遠に広がっていく世界がそこにあるのにそれを限りなく小さくしていく眉の中のあるいは卵の殻の中の小さな自分にしていき閉じ込めていき何もかもがわからない それが無明の世界です。ですから、無我を追求する善をやっていて、それがとんでもないところに通じている人もいます。無我ならぬ無仏教無宗教無神論無霊魂無悟りすべてがないという単なるニヒリズムとしての否定です。そして、その後どのような人生が展開するのでしょうか？おそらくそのような人生はない方がむしろ良かったということになるでしょう。 私が言っていいるここととは、はそういうことではありません。人間は実在界からこの世に生まれ変わりこの世においてさまざまなる錯覚をします逆転した発想をしています現に微絶心意によって全く違ったように見ていますしかしながらこの世界が現にあるということは何らかの意味がそこにあるのですその意味は何かというと霊的でない生活を体験しなければ 霊的生活とは何であるかということが本当の意味ではわからないということなのです。魂をこの世という相対の世界に置くことによって霊的なるものと霊的でないものこの両方を経験させて真なる魂の自由とは何かを知らしめようとしているのです。ですから霊とは何かということを知ろうとするならば肉体に宿ってみるに限るのです。肉体という ぬいぐるみの中に宿り現に微絶真意という小さな穴から世界を見あるいは息を吸うそうした生活の中で初めて自由というものの真なる意味を知ることになるのです深海の中でカニはその甲羅に何トンもの水圧を受けて生きていますがこの世の人間も実はそのような生活をしているわけですそしてその水圧がなくなったときに初めて 本来の事故というものに気づくことが可能となるのではネ涅槃弱情とは一体何だったのでしょうか束縛の多い物質界そしてまた迷わしの多い自己認識他人認識そのような現実を現実として見抜いていながらその中で一切から調達した自分というものをつかみ出しそれを知る。 生きながらに実相世界の住人としての事故を体験するその実相世界の住人としての事故に目覚めて実相世界の住人としての目で耳で鼻で口で体で考え方で現実の世界の中を行き渡っていくことこれを悟りと言いますそしてそのような人のことをそれがブッダという言葉の別名でもあります それは現実に可能ななことなのですそのような悟りの道を万人に教えたのが仏教であったのですもしこの地上界を去った目に見えない世界霊界世界実在世界というものがなくまた人間の存在が霊的存在ではないとしたらこのような悟りは成り立たないのですそれは単なる唯物論であり人間は焼かれて灰になれば終わりという思想と 全く変わら「なないことになりますですから涅槃弱情という考え方も気をつけないと単なる虚無主義ニヒリズムに陥っていくことがありますしかし実はそうではありません永遠なる実相というものを現在ただいまにおいて知ることその悟りの力を持ってこの現象界を行き渡っていくこと生きながらにしてその悟りの世界にいることこれが 涅槃にいいるととうことですもちろん悟りたる者も,のも最終的にはこの肉体を脱ぎ捨てることによって完全な涅槃にいることになりますしかし肉体に宿りながら悟りの世界に誤入することこそが最大に尊いことでありそれが魂の最大の進化をもたらすことなのですですから悟ったら何もかもなくなるとか死後の魂生存もないなどという思想は 全くの間違いですそのような思想にとらわれてはなりません善を修行している人は無我というものを求めているわけですがただ座れという士官多座を唱えた道元であってもやはり過去世現世来世という三世をしっかりと認めていたということを忘れてはなりませんそれを三時業と言います三つの時の業ということで過去現在 未来という三つの世界、その時間を人間は行き渡っていく存在である。その間の因果の理法というのは、くらますことができない。これが仏法の中心的考えである、ということを、道元は明確に語っていました。それを知った上での禅情なのです。それを知った上での士官多座なのです。括弧、十二巻本、消防現像、三次号に、仏祖の道を収集するには、 その最初よりこの3時の合法の断りをならい諦むるなりとあるではなぜ座るか座禅して一体何があるのか過去現在未来と流れていく時間の流れの中にそして処方無我の中に今忽然としてある自分を見つめることによってその時間と空間の壁を突き破って本来の事故に目覚めようとする大宇宙と一体 仏の心と一体の事故に目覚めようとする、その悟りを求めたものが禅情なのです。もし、そのような世界が全く存在しないならば、それは単に足の訓練以外の何者でもありません。同じようなことが他にもあります。無目的に座るという足の訓練だけをしている前者がいるのと同様に、山を歩くだけで足の訓練をしている人もいます。千日間 毎日山を何十キロも歩けば体は強くなるでしょうある意味で精神力も鍛えられるでしょうしかしいくら山道を歩きいくら崖を登り岩山をかけても所詮、それは天狗仙人の世界であって仏陀の悟りには程遠い境外ですさらにまた断食をして自分の肉体を徹底的にいじめる人もいます断食をしているうちに意識が朦朧となり 魔界の者たちが周りに現物体,体も精神も苦しめることによって悟りが得られるという間違った思想ですブッダはそれと決別することによって悟りを得たのですが肉体を苦しめることによって悟りが得られるという考えを持つ人も未だにいますそれは逆説的なる意味において また肉体に囚われているのですこの肉体なるものは悪なるもの罪を作るものとみてこれを滅却すれば悟れると思っていますしかし単なる否定においては悟りは現れないのです今肉体を持って生きているのであるならば肉体を持っている中において悟りを求めるべきです悟りとはそれを否定して得られるものではありません肉体の中におりながら 肉体感覚を超越した調達した事故といいうもののを知ららなななくてはならないのですそれが悟りなのですそうではなくて肉体を否定するという自殺につながるような思想が悟りであろうはずがありませんもしそれが悟りであるならば生まれてきたばかりの子供を死なせてやることが一番涅槃に近いことになりそれが母親の仕事となるでしょうしかし現実はそうではありません 確かにこの世の中は苦しみに満ちています人生は苦しみに満ちているけれどもその苦しみの中に真実を見いだすことによって苦しみはまた大いなる楽しみへと変わってくるものなのです6真空無双真空妙雨と空の悟り一切のものが無情であり無我であるということを述べましたそれをまた、単なる虚無主義。 ニヒリズムに結びつけてはならないということも述べましたこの空に関する思想としては「真空無双」「真空妙雨」という言葉がありますすなわち真なる空は無双であって姿形がないまた真なる空真空は妙雨である絶えなる宇となる存在であるこの2つの言葉がありますこれが実は空というものを解き明かす鍵なのです 空というものは両刃の剣であって、この両方を表すことによって、その中なる姿が現れてくるものなのです。真空無双とは何か、この世の中において、いろいろなものにとらわれている人がいます。自己のプライド、自分の出身、財産、地位、肩書き、会社、その他、この世的ないろいろなものにとらわれて自己を認識し、また、 いろいろなものに執着をしている人がいます。そのような人に対しては、真空無双、真なる空というものは姿形なきものである。あなたが掴んでいて、これこそが自分である、自分のものである、自分の所有物であると思っているもの一切が、実は空なのだ。すべてを否定し去りなさい。夢幻なのだ。とらわれてはならない、と言って、切って捨てる。これを 真空無双と言います。しかし、これは本来の、本当の空の姿そのものではありません。その反対に、真空妙宇というものがあります。真なる空はまた、絶えなる宇に転化するのです。執着という観点から言うならば、一切のものは否定し去り、消し去らなければならない、幻のごときものですが、幻を幻と分かって、それを納得しただけでは、 単なる虚無主義、ニヒリズムに陥ります。人生は夢も希望もない。生きていること自体が苦しみである。一日も早く、一刻も早く、この世を去ることこそが幸福である。肉体を否定することが幸福である。ということになります。それは自殺の勧めとなり、そしてすべてを破壊することになります。そうであるならば、この地球を核爆弾で爆発させて、 消し去る人こそ最高の悟りを得た最高の英雄ということになってしまいますしかしそれが本当でしょうかそれが仏の心でしょうかそうではないはずですこの地球上でこの魂修行の場において生存しているすべてのものにさまざまな悩みや苦しみはありますがそれが真相ではありませんしたがってその場そのものを単に崩壊させることをもって 幸福になるわけではありませんその場の中において全く違ったものを展開することは可能です。すべては夢幻だと悟りながらその夢幻の中になぜか今ある自分なぜか今あるあなたなぜか今あるその空雲雨川山田畑植物野菜稲動物いろいろなものがあります。 一切が幻と悟ったがしかしそこにまだ厳然としてあるこの世界は何か幻であることは真相でありながらしかもこの世にかくも芸術的なる美しい世界が現に展開していますそれを展開させているものは何かそれは仏の慈悲なのですその慈悲が慈悲こそがこの現象界にまた展開している姿だと思えるのです そうであるならば先ほどまで自分を苦しめていた野者にも等しいその敵あるいは喧嘩をしている夫婦であればその相手方でもあるでしょうがそのような鬼か邪かと思ったような人に対し一切は空真空無双と感じこの世的な執着を断つことですさらにこの世の中において現に我はまた魂修行の場を与えられているという 偉大なる仏の慈悲に対する感謝の心をもってその目で見たときにすべてのものはまた雨上がりの世界のように太陽の光にあふれ虹がかかって見えてくるものなのですすべてが自分のために自分を生かすためにあるのだ自分を指導するために導くために苦しみも悲しみもまた現世的には悪と見えしものもあるのだと悟ったときに。 この世に素晴らしい天国が展開してきます。これを真空妙雨と言います。一切なるものは幻でありながら、一切なるものは素晴らしい芸術でもある。そう知ったときに、この二つの物差しを知ったときに、人間はとらわれることなく、しかし、希望を失うことなく、生きていくことができます。これがまた、偉大なる中道の道なのです。この世で生きているから、 全てを否定すればばいいいかと思えばそうではないしかし単なる現状肯定でいいわけでもない否定を通して現状を見その中に素晴らしいものを見出して自己の可能性を見出していくそのように努力をしていく個人としての自分の修行もまたすべては仏の光の中にある仏の光の芸術の中にあるのだと知ることこれが偉大なる悟りなのです 7. 沈黙のブッダの教えそうした偉大なる悟り空の悟りを知っていくためにここに修行論というものが展開しますそれが本書の中で順々と説かれていく解・情への世界です戒めを守り禅情を行いそして知恵を得る知恵を得ることによってこの世的な束縛執着というものを断ち切る力を得ていく そして下脱を味わう下脱を味わったところでまたこの世が仏の偉大なる慈悲の場であることを悟るそしてまた限界において努力するそこに多くの人々を志願から悲岸へと渡していくために私森としての菩薩の仕事が現れてくる一人でも多くの人々を悟りの彼岸へと導いていこうとする渡していこうとする そのような肉親の菩薩の仕事がそこから始まってくる。すべては己というものの囚われを去り、真実の自己というものを知り、真実の自己というものを中心として、この世の在り方をもう一度全く違った目で見、そこに感謝と喜びを感じて、他の人々をも悟りの悲願へと渡そうとする。一切の主生の苦しみを救おうとする。そのような大いなる大悲の心が湧き起こってくる。 これが私が私皆さんに進めていいきたい人生修行の道ですブッダは2,500年前にインドの串ながらの地で地上を去りましたしかしながらブッダの残した三坊院と「甲斐上へ」という三岳の修行指針は今もなお残っていますその三坊院三岳という仏教の基本が本書を熟読することによってあなた方自身のものとなるでしょう じょうへの修行は沈黙のブッダの教えです。沈黙の中にその修行方法を守っていく中に「私についてきなさい。ただついてきなさい。私の後ろ姿を見てついてきなさい。私の座る姿を見てあなたがたも座りなさい。私の悟る姿を見てあなたがたも悟りなさい。」この「沈黙のブッダの声が」 聞えブッダはいだしせずその思想の中に教えの中に修行論の中に生き続けていますそしてこの永遠のブッダの沈黙せる声が本書の中にまた静かにこだましています本書が一体誰の思想によって表されているかをあなた方はしみじみと悟ることになるでしょう沈黙を守り続けたそのブッダの声そのものが 本書であるということを、もう一度再確認されることを祈ります。